健康な食事ピラミッドハーバード大学ヘルシーフードピラミッドとはハーバード大学医学部公衆衛生大学院のウォルター・ウィリット教授らが作成したイラストで示される食生活指針である。後に健康的な食事プレートとなる。ウィリットはアメリカ農務省のフードピラミッドは産業の影響が強く人々の健康が最優先の目的となっていないとし後に更新された。 マイピラミッドは、抽象的となり図を見るだけでは、意味を解読することは困難となっていたが、その後、マイプレートへと変わった。ハーバード大学医学部を通して、疫学研究を反映した食事ガイドを作成している。W.C. ウィレット、M.J. スタンファー、ヘルシーな食事の新しい常識、エイジング研究の最善先進と体の健康、日経サイエンス編集部、日経サイエンス、 別冊日経サイエンス147、2004年11月11日、116から125ページ。ISBN 978から4から532511470。ウィレット、ワルタシー、ストンプファー、メイヤー J、SP、リービルディング・ザ・フード・ピラミッド。サイエンティフィック・アメリカン16、1221、ドイ。 10.1038サイオンティフィックアメリカン1206から12 SP HTTPS www.scientificamerican.com アーティクルリービルディングザ・フード・ピラミード SP スケレット・ PJ ビレット・ w C エッセンシャルズ・オブ・ヘルシー・イーティングエガイド J ミドワイ・ファリー・ウィメンズ・ヘルス55 492-501ドイ10.1016 jjmwh2010.06-019-pmc3471136-prumido20974411https コロンスラッシュスラッシュ www.ncbi.nllm.nih.gov スラッシュ pmc スラッシュ articles スラッシュ pmc3471136 スラッシュありがとうございます